出発するよ。お待たせしました。ナートラゴを発車いたします。はい、動きます。お待たせしました。2回目だり。本日は関山寺ロープウェイにようこそ。これより海抜113メートルの大草山へと向かってまいります。このロープウェイは湖上を渡る日本唯一のものとして昭和35年に開通し、全長723メートル、所要時間約4分、運行速度は秒速5メートル、時速にすると18キロ、定員は49名です。左手にご覧いただけます連山緑に覆われた立山には地名の由来となっております曹洞宗関山寺がございます。関山寺の上には高さ約16の山には眼病に良いと言われている穴在師や縁結びのお地蔵様が立っており、一周約40分のお散歩もお楽しみいたします。交差する地点が遊園地と大草山を結ぶロープの中間です。この辺りの湖面からの高さは約50メートル、水深は5メートルから8メートルです。大草山山頂には浜名湖オルゴールミュージアムがございます。1階には体験工房を楽しめるオルゴールショップ、2階、3階では歴史あるコレクションや美しい音色を奏でる屋上展望台からは風光明媚な浜名湖の一幕道路や風光に恵まれた浜名湖サービスエリアが広がっております。また毎日上路にはカリオンの自動演奏もお楽しみいただけます。まもなくゴンドラがホームに入ります。揺れますのでお立ちのお客様ご注意ください。ホーム侵入時側壁に当たる可能性がございます。お立ちのお客様、お近くの手すり追加にお捕まりください。これほら、湖みたいな、海みたいな、これを越えて、お山まで直撃当たります、お待ちください。はい、失礼いたしました。ありがとうございました。大草山に到着します。お忘れもないようにおりください。往復乗車券をお持ちのお客様、お帰りの際も拝見させていただきますので、なくさないようにお願いいたします。停車後もゴンドラは揺れておりますので、足元気をつけてお降りください。あ、1回とか高いもんな。でも絶対年間パスタ、お休みになってる。寒くないか？あるちゃん、寒くない？48分だもんね、あと12分。分からん、何の日だから。初めて
ちょっとでかいさ。あ、これがあれやん、このなんか洋館みたいなね。洋館、洋館。それをグー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 そのまま。僕スーちゃんどこ行った？スーちゃん。僕スーちゃんどこ？すごくふーちゃん向こうから来たね。
やっかに開けております。浜名湖は昔昔その昔、伝説の巨人ダイダラボッチが手をついてできたという言い伝えがあり、左手を広げたような形をしております。周囲では我が国3番目、面積では10番目に数えられております湖です。室町時代の大きな地震により浜名湖内に遠州灘の海水が流れ込んでできた珍しい汽水湖で、タイ、ハゼ、キスなど700種類の魚介類が生息し、牡蠣の養殖も行われております。皆様がおりました先のロンペチケット売り場には、私たちスタッフ全員で手作りいたしました